ジーン・タレアッチ・ジャン・タライラッハは、パリのサンタンヌ中央病院に勤めていた、神経外科医である。ペルピニャンで生まれ、パリで没した。自然科学、及び、応用医学に対する彼の最も重要な功績は、人の脳のタライラッハ座標系の開発である。この座標系は、脳構造の位置を、個人ごとの脳の大きさや型の違いに依存することなく、表すことができる。タライラッハ座標は、 小中断面と前後連の交わる点を原点とし、原点から正中断面と垂直に伸びる線を X 軸、小中断面と後後連の交わる点と原点をつなぐ線を Y 軸、この二直線と垂直に伸びる線を Z 軸として表す。単純に言えば、脳の左右方向が X 軸、前後方向が Y 軸、上下方向が Z 軸となる。タライラッハ座標は、 右手形であり、それぞれの軸について原点から右、前、上が、正の方向となる。この座標形は、脳定位座標アトラスとしても知られる。基準となる解剖学的目印を定める、ことにより各時期共鳴画像法、ポトロンダ断層法や、その他の脳イメージング手法で得られた個人の脳画像を、標準タライラフ派空間に変換することができる。それによって、個人の脳における、 特定の位置にある組織を座標で表すことが可能となる。タライラッハ座標は平均より小さいサイズの脳を持つ60歳のフランス人女性の死後の脳をもとにして作られている。従って個人の脳はより小さい脳にフィットするように変換されることになり誤差が大きくなってしまう。また座標形を作る際の脳のスライスの厚さは 3mm から4。 ミリメートルと不均一であり、直行平面からもずれている。別の問題としては、本来は、組織特異的なラベル付けであるブロードマンの脳地図を、組織学的検査を行うことなく、大まかな視覚的特徴から禁じしてしまうことである。このような問題点にもかかわらず、タライラッハートラスは、脳イメージングにおいて、重要なツールとなっており、より代表的な脳アトラスである。 モントリオール神経学研究所のマニーアトラスなどの基礎となっている CD r o m のタライラフ派座標。ありがとうございます。